ZH-29 半自動小銃は1920年代後半にチェコスロバキアで開発された自動小銃である。当時チェコスロバキアの兵器工場が集中していたブルノ市にあった兵器メーカーチェスカーズ・ブロヨフカ社は当時では新技術であった半自動小銃の研究が進められていた。銃の設計はチェコの銃技師であったエマニエル・ホレックにより行われ、 1929年に ZH-29 半自動小銃が完成した。他国のオートマーチックライフルと比べると全体的にも細く軽い仕上がりであった。特徴は先に開発されていた ZB26 軽機関銃の弾倉を共用することが可能でハンドガードとストック部は木製を採用。機関部は ZB26 軽機関銃や 他国の半自動小銃にも見られるガス圧式を採用し、ハンドガード先端に重心から発射ガスをガスチューブへ導くガスブロックが設けられている。ボルトキャリアの前方は長いガスピストンと一体化し、後方はストック内部に収納されたメインスプリングによって支えられている。ボルトは後部が左右に動くティルト式でレシーバー左側面の内側と噛み合うことで閉鎖する。 ボルトの左右道に合わせるために、重心は、銃本体に対してわずかに右へ傾いた姿勢で、取り付けられている。作成された本銃は、その後チェコスロバキア軍により試験が行われた。しかし当時としては、軍のライフルは、ボルトアクションライフルが主流であり、機関部の信頼性や、命中率、さらに価格の面で軍の上層部を納得させることが、できず、 結局本銃の採用を見送られてしまう。この時本銃の開発には軍の正式要請があったわけではなく、開発費用に関しては全てズブロヨフカ社が負担することとなった。そのため、急遽ズブロヨフカ社ではすでに生産されている ZH-29 の赤字対策に外国への輸出を決定し各国にセールスマンを派遣、在庫の消費を行おうとした。 その後、各国にセールスを行った ZH-29 であるが、各国の軍部も、チェコスロバキアの軍隊同様、価格の高い新型銃より既存のボルトアクションライフルで十分であるとの考えから、販売は伸び悩みが続いた。だが、当時軍の近代化目的から外国の武器兵器を買い集めていた中華民国で、ようやく受注契約が成立した。 その後、中華民国に輸出された ZH-29 は、日中戦争、後の国境内戦でも優秀な性能を見せた。日本でも中華民国軍から露獲した ZH-29 を分解研究し、弾薬を38式実砲に変更、ボルトハンドルとボルトキャリアを別部品とし、照準装置を変更するなど設計し直した試作銃。 姿勢自動小銃オツ型を東京ガス電気工業が開発。そのうち、超重新型、単重新型の姿勢自動小銃オツ型を陸軍に提出しているが、1935年に行われた実写試験の結果、命中率の悪さを理由に採用を見送られている。ウィキメディアコモンズには、ZH-29 半自動小銃に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。